どうもこんにちは、作業療法士の荻野です。今日は高齢者の方に向けて、お膝や腰が痛くて長い距離歩くのが苦手な方であったり、やはり外で運動するのがちょっと億劫だなという方に向けて、お家の中でも座りながらウォーキングと同じような有酸素効果が得られるおうちウォーキングという運動方法をご紹介していきたいと思います。このようにですね、座りながら足踏みをして、ウォーキングのように足腰をずっと動かしてですね、そして、代謝を上げたり、有酸素運動効果を出すような内容になっておりますので、膝が痛くても腰が痛くても行える運動になります。どうしてもですね、痛みがあると運動が億劫になって、そしてお家でじっとしている時間が長くなると、もっと体は悪くなってしまいますので、お家の中で座りながらでも、しっかりと足腰を動かす運動を僕と行ってですね、体に優しく、そして無理なく体づくりを行っていきましょうね。このチャンネルではシニアの方がいつまでも健康であり続けられる運動をどんどん紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして私の過去の動画では座りながらできる全身のストレッチというのも紹介しております。体をほぐしたい、体をしなやかにしたい方はこちらも合わせてご参考くださいね。さあ、それではですね、座りながらできるおうちウォーキングとはどんな方法なのか、僕と一緒にやってみましょう。さあ、それではですね、椅子に座りながら足踏みの運動を行っていきます。20秒測りますので、20秒体を動かしていきます。足踏みの動きに合わせて様々な運動を行っていきますので、できる範囲で無理なく行っていきましょうね。では最初に大きく足踏みの運動からいきましょう。では20秒測りますよ。よーい、スタート。はい、ではですね、このように足踏みをしていきましょうね。なるべく高く上げてみましょう。そして腕も一緒にこのように振っていくと上半身の運動にもなりますよ。さあ、このように足をどんどん動かして有酸素運動をしていきましょうね。膝が痛い場合は無理しなくていいですからね。はい、OK。では、足はちょっとじゃそのまま動かしていてくださいね。なるべく動きを止めないようにしていきます。では、今度はですね、このように腕を前に、後ろに、前に、後ろにと足踏みしながら動かしていきますよ。では、いきます。よーい、スタート。では、足踏みしながら、しっかりと前に、後ろにとですね、腕を動かしていきましょう。そして肩甲骨を背中に寄せてあげるとですね、しっかりと胸がクッと張ってですね、姿勢もアップしてきますので、しっかりと腕を前に後ろにと足踏みしながら動かしていきましょうね。はい、 OK。 では足踏みはそのまま続けててください。さあ、そしたら今度はですね、足踏みをしながらぐるーっと大きくですね、肩回しをしていきましょうね。ではこちらも20秒いきますよ。よーい、スタート。はい、では自分のペースで OK なので、肩回しをしながら足踏みをしていきましょう。意外と足ずっと動かしてるとですね、ももとか股関節周りとかね、疲れてきますからね。程よく疲れるぐらいの運動をしていきたいので、ぜひですね、ゆっくりでいいので動かしていきましょう。はい、 OK。 では足踏みはそのままで、では今度はですね、このように外外に外にと足をですね、動かしていきましょう。手も一緒に動かしてあげましょうね。では行きます。よーい、スタート。はい、はい、ではこのようにですね、外に足踏みしていきましょうか。そして腕もこのように振ってあげましょうね。外に足を出すと外ももの筋肉を使って、足を戻すと内ももの筋肉が働いてきますからね。さあ、いろんな筋肉を使っていきましょうね。はい、 OK。さあ、では足を止めないようにしていきます。ちょっと疲れてきたら自分のペースで休憩しちゃっても OK ですからね。さあ、そしたら今度はですね、このようにですね、膝を伸ばして、交互に伸ばして、走ってるように動かしていきましょう。ではこちらもですね、20秒間いきますよ。よーい、スタート。はい、はい、ではこのようにですね、足を前に、膝を伸ばす、交互にこうやってみましょうね。走ってるように動かしていきます。さあ、そうするとですね、これも膝伸ばしはね、ももの筋肉、膝を曲げるともも裏の筋肉が働いてきますからね。しっかりと大きく動かしていきましょう。はい、 OK。 先ほどのですね、この膝を伸ばす運動ですね、これをちょっと早めに走ってるようにやってみましょうか。ちょっとスピード上げてパッパッパッとやってみましょう。ではいきます。よーい、スタート。さあ、ではなるべく素早くパッパッパッと走ってるように動かしてみましょうね。さあ、この時膝が痛い方は無理しなくて OK なので、
なるべく素早く動かすことでですね、一気に血流も上がってきます。少しハーハーする感じも出てくると思いますよ。しっかり体力を上げるために程よく疲れる運動をしていきましょう。はい、 OK。 さあではちっちゃく足踏みを続けていただいて、さあではですね、今度はこのようにですね、かかとですね、かかと見えますよね、かかとを上げて、これも走ってるようにですね、かかと上げの運動をしていきましょう。ではいきますよ、用意スタート。はい、ではかかとを交互に上げて、それに合わせて腕を振っていきましょう。これもね、こう走ってるかのようにしっかりと動かしていきましょうね。さあ、かかとを上げていただくとふくらはぎの筋肉が働いてきますからね、ふくらはぎをしっかり動かすことで、循環を良くしていきました。はい、 OK。 さあ、そしたら最後の運動ですね。最後の運動はこのようにですね、肘と膝をこう近づけるように動かしていくことで体幹の筋肉もしっかり働いてきますので、最後お腹もしっかり使って足踏みしていきましょう。ではいきますよ、用意スタート。さあではですね、このように反対側の肘と膝を近づけていきましょう。届かなくても OK です。そして自分のペースで、僕のペースに合わせずやってみましょうね。腹筋が強くなると腰のですね、負担を減らして腰痛の解消にもなってきますので、しっかりとですね、腹筋強くしてあげましょうね。はい、 OK。 はい、では大きく深呼吸をしていきましょう。吸って、で吐きます。もう一度吸って、吐いて、最後もう一度吸って、で吐きます。はい、 OK です。では皆さん、お疲れ様でした。このように座りながらなので、腰にも負担があまりかからず、膝にも負担がかからず、それでもずっと動かしているので、結構ね、ももが疲れたなとか、ちょっとハーハーしたなとか、あったまってきたなとか、いろんなですね、体感があったと思います。このようにですね、お家の中でもある程度ね、体に優しい運動というのはできます。なので、ちょっと膝痛いな、腰痛いなと、外歩くのが苦手だなという方は、だからといって何もしないでお家でじっとしているのではなくて、このようにできる範囲の運動から行って、だんだん痛みが緩和してきた時とか、天気が良くて外をね、歩きやすい時とかに、しっかりと大きく体を動かせるように、ぜひお家の中でも体づくりを行って、次のステップにつなげられるようにですね、取り組んでいただけたらと思います。はい、このように健康に役立つ運動方法、これからもどんどん紹介していきます。ご興味ある方はチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。そして私の過去の動画では、座りながらできるストレッチですね、全身ストレッチの方法を紹介しておりますので、こちらも合わせてご確認くださいね。それでは今日はこれで終わります。また次回の動画でお会いしましょう。では皆様、お疲れ様でした。